何しようかな、絵文字にしようかな。おはよう、おはようございます。おはよう。昨日は長屋で雪が、なんかツイッターで見た、トレンドになってましたよね。びっくり。一番好きな定型文、いやそうなの、なんで人気なんじゃろそれ。おはよう、明日聞いてきやすってらっしゃい。ファイトです。昨日の公開収録楽しかった、ありがとう。近かったですね。近くにいましたね。おはよう。それでは仕事に行ってきます。いってらっしゃい。パイツ。今日誕生日。あ。行きます。アーリーさん。お誕生日おめでとう。よいしょ。アーリーさんおめでとう。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。今日は休み。あら、いいですね。おはようございます。定型文どんなのに変えるのか、まだ何も決めてないけど、いつも決めてないから、定型文作るとき成り行き任せ。でとん、デザーね、いいですね。おはよう。ザコシカにしようかな。今日は7時起きとかでしたか。いや、そんな。今日はテントエンティさん聞いてきました。いいな。昨日ようやくビアタンブラーが届いたんですよ。嬉しい。すごい。信用してません。うん、クマザマスシーの何のルームかわからなくなるやね。もはや日曜日、山口県の道にあるの楽しみ。お、ありがとう。楽しみ。朝ごはんは卵焼きですか。いや、なんでしょう。朝ごはん、今日シェイク飲みたい。シェイク、なんていうんだっけ、ミキサーじゃなくてなんだっけ、スムージー、スムージー
ウイロー食べたすぎません？なんでウイロー？リホさんとの仕事嬉しかったです。本当に覚えてくださってて嬉しかった。朝ごはんはお好み焼きでしていて、いってらっしゃい。朝は軽め派ですか？最近はなんか夏バテなのか分からんけど、あんまり全て軽め。いや嘘かも、嘘かもしれん。それはちょっと持ったかもしれんけど。朝はパン派。どっちも好き。はよ、素敵女子を気取る。そして焼肉行ってないの？行ってない、全然。じゃあご飯が、ほんと？最近あのグリルチキンが好きすぎて、配信でも食べたやつ、あればっかり食べたくなる。あんまり外食に行ってないですよ、コロナ期間になってから。はあ、家族では行くけど、でもそれもそんなにいかん。もともと深いご飯粒なんで。はよ、涙出てきた。できました、ありがとう。白脱ぎた気になる。ケースから出した1本ってこと。こっちに2本、こっちに1本です。最近料理はしてる？してないけど、もうずっと最近ローストビーフが作りたくて。ローストビーフ作ったって言ったらかっこよくないですか？ローストビーフみたいんですよね。声優さんは声の喉のため唐揚げよく食べるらしい。うちもよく食べるよ、揚げ物。ライブ前とかは。ローソトビーフ、ローソトビーフ、うわアヒージョ大好き。豚骨ラーメンが誰か言ってた、わかる。でも豚骨スープを持ち歩くのって難しいよね。スパイスカレー、パーマです。そうそう、はよ。豚骨スープだけで売ってあったらいいんですけどね。はよ、ベジタリアンハンバーガー。
メディアン、名前で忘れしたけど肉のなんかあれ食べたい、ポークのやつ、ポークのやつ、サムギョプサル、こんばんは。なんだか新しいアバターもらった。ほんとだ、たい焼き。なんで、はいよ、ポークって何？豚さん、こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちは、おはようございます。仕事行ってきます、いってらっしゃい。プルドポーク聞いたことない。プル、オスってこと？潰されてるポークってこと？元見る経験ある、ね、あのクッキーならある。たい焼き投げるイベントのリスナー上位報酬、あらだって、プルは引く、そっか、じゃあ引いたポーク、雨で3時間ホームで待った、うわ大変、お疲れ様です。うん、はや、豚のひき肉、豚を引っ張る、分からん、引っ張られた豚さん、はよ、ベジタリアン肉は食べたことないかも。ベジタリアン肉っていうものがある、よしよし、今知りました。引きずられたやつ、引きずられた、引きずられた、その塊肉をホロホロになるまでじっくり火を通し柔らかく中たっぷりにしたやつ。うん、はいよ、ココイチとか食べる？うん、たまに。ああ、ベジタリアンお肉は大豆か、おはようございます。大豆だけじゃない、あ、そうなんや、うん、うん、え、もう金曜日なんだ、びっくり。はよ、うん、さ、繊維を再現、すごい。ハッシュドポテトっておいしいよね、おいしい、好きです。猫、前髪の中がうねってる、私と別れて君はさ、モデル級の美人と付き合ったし、心がくだけるほどにしたし、ね、そりゃもうバリ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 バー、並ぶと鏡に見えたとき、ほんと？
と並んどこ。はよ。猫だったんだね、おっきい。そう、猫なんです。はよ。ああ、早くカラオケに行ける世界になってほしい。707って泣いてるわ。驚いてる顔文字に見える。確かにってことね。最近ヤドンを見かけんが、ヤドンはあそこにおります。なんて言うんだっけ、リビング。お人形持ってるの珍しい気がする。私そうなのかな。大きさがちょうどよくて、ちょっと抱きかかえて寝てます。いつも歌ってるのにカラオケには行きたくなるね。でも違うじゃない、違うじゃないっておかしいけど違くない、なんか歌ってるのは歌ってるんですけど、ずっと昨日もお風呂でずっと歌った。あのラプラスの曲。めっちゃ歌ってた。ギターさえ huge な。でもそれなんちゃらですから。はよ。そうそう、ずっと手を伸ばし掴んだって言ってたなんかなんか振り切ったら自分じゃないような歌い方ができるんですよね。だからなんかセプトメンバーで曲シャッフルしたら誰がどれ歌ったら似合うんだろうみたいな考えてた。寝るときは横向きです。風呂場なら白日も歌える。なんで？今の僕には何ができるの。自分はでも自分はあれが一番似合う気がする。私が歌ったらあの雨に濡れることが怖くてさ、心の声にも。これが自分に似合う気がする。私ノリノリっていうかテンポいい曲の方がいいって言われたから。バラード向いてないんです。ほぼバラードしか歌わんけど。そうそう、今日朝起きたらずっとあれが頭に流れてる。本当の言葉を仕殺してが頭に流れてる。ファインディングロードをぜひ。ファインディングロード。ちっちゃか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 。全部好き。ありがとう。
サプリだと高いですよね。すごいよ本当に。すごい曲だ。おはよう。これを一日2公演何日間も歌ってるのすごいよね。今日の髪のパイパイ率、でも今日はそんなに。カラオケで歌っていいのは48、46グループだけだっけ。48、46、ラストアイドル、イコラブさん、のイミーさんくらいかな。今夜すると朝早起きになるんだって。理由知らない。そうそうそう、ガチ恋されるのは嫌だったりしますか。嬉しい、嬉しいよ。そんなありがとうって思う。おはよう。だから私今日早起きなのか。せやな。おはよう。吉本坂さん、そう吉本坂さんでも46。ビジネスが近い。やだ。ライトが近いくらいが楽しそう。確かに。ちょうどいい感じか。何それ。うわ、なんだっけ、昨日私がハマってたフレーズ、消極的な積極さ。出てきましたじゃん、ありがとう。確かに他の配信で見かける人ばかり。基本みんなそうでしょ。ごめんね。フィンガークローズ。はよ。そうそう。今夜もビデオルームは復活しないかな。ねねって言って、今日もプオに会えるの。プオも多分今日明日明後日全部会えますね。プオに限らず多分ほぼみんなで会うと思う。もうツアー2日前だ。今だってもちろん好きだけど、なぜだろうあの頃に戻れない。君の幸せをずっと願ってるよ。ごめんね。フィンガークロース。もう2日前ね。プ
プオって誰？オキプオ。大変だけどみんなと一緒が楽しそう。なんか踊ること歌うことを大変って思ったことないんだよね。振り入れも大好きだし、この前みちがツイートしてた乃木坂の曲聴いたら歌詞が深かった。夢のまま恋が終わってしまえば楽なのに、100万回キスをしたことさえも全部忘れられたら君と普通になれる、元の二人のように友達として初めから。トゥ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 、I love you。 私遠藤さくらちゃんのメール取ってます。きつすぎる性格がタイプじゃなかったし、初めてちゃんが好き好きって言うからオキポが気になってきた。人のせいにするな。本当だよ、人のせいにするな。初めての理由症は後ろ立てあたかも、未知のなんて読むのこれ、流雷なダンス好き。でも斉藤飛鳥さんの踊り方好き。斉藤飛鳥さんのメールも撮ってる。でもだから惹かれたんだろう、もう十回みたいに世話が焼けるって言いながら、むしろ楽しかったんだ。おはよう。なあ、激しすぎる感情をそう受け止めることに疲れちゃったんだ、ごめん。このごめんが切なすぎて好きなんですよね。ごめん、ごめんが一番なんか嫌だわって思った。いつの得点？猫舌カモミールティー、もう少しそう冷めるまで。待ってあげたけ。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位長谷川さん、12位ひょうさん、11位ライザンさん、10位アモズさん、9位マサジさん、8位セリアさん、7位中原さん、6位リョウスケさん、5位朝配信ありがとう、ツアーも近いんで楽しみに待ってるよダンディさん、ありがとうございます。4位キョンシーさん、3位デブニオンさん、2位モモルンさん、そして1位はドルルルンジャン。
坪井雄介さんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルーちゃん、丸三角失格さん、ありがとう。目覚ましくんのモノマネしてピューンと8時、はい、それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー、初見です、ありがとうございます、また来てください。それでは、それではまたね、ありがとう。